さあ皆様、お待たせいたしました。スペシャルウィーク、今夜のスペシャルなゲストはこの方でございます。はいはいはい、来ましたよ。来ちゃう、はい、来ました。ちょっと出た、私の曲紹介してよ。え、ね、え、99度涙さっき、はいはい、聞いてたよ。無駄にいい歌ですね、井森さん。何言ったら、もうヒットメーカーですよ、ね、井森さん。何、こういう時ってさ、普通カバンとかさ、荷物とか外に置いてから来ない？もうあの、何が今ここにさ、全部持ってくのやめてよ。なんで、いいじゃない、だって貴重品も入ってるんだから。貴重品なんか別にちょっといや、わかんないよ、もう信じられない、もう人なんか。貴重品誰か持ってたら困るじゃん。いやね、さ、手元何持ってんのそれ。これさ、群馬県の特産物というかで、うん、あの原田のラスクって知らない？これよくありますよね。いや、初めましてです。作家さんは知ってたもん。え、俺知ってる？有名ですよね、うん、い伊香保温泉日本の名湯。何や、やめてよ。ちょっとこれね、すごい有名な原田のラスクって知りません？いや、嘘って、これだから持ってきてあげたの。ちょっと待ってよ、そういうスタイル開けたよ、もう。え、食べたことない？いや、よく前室とかに置いてあるじゃない。あ、前、あのスタジオの横の部屋ね。見たことない、うん、ほら、これ言ってる。あ、この柄は見たことあるけど、今井さん、ちょっと自己紹介してよ。いや、今ご紹介に預かりました。もうなんか何ヶ月か前からずっと私の話をしてるらしいんですけども。いや、そりゃそうですよ、先輩でもね、これ尊敬する先輩の話はそれするでしょうよ。すいませんね、うん、今日私30センチ近く行っていいですか、三田彩ちゃん以上に。いや、ちょっとそれはね、勘弁。いいです、うん、ちょっと隣に座りたかったんですけど、今日作家さんが座ってるんで。いや、前にそれ勘弁。というわけで、井森美幸です、お願いします。出たー、井森さん。はい、お願いします。はい、ね、あのさ、ラジオにさ、うん、ね、いや、いろんなお土産とか分かるけどさ、はい、もう音はするわ、口の水分持って帰るの、ラスク出す気ね。違うの、違う、これね、な、うん、で持ってきたかっていうと、賞味期限がさ、12月21日なのよ。もうすぐって、もうすぐだから、ここでちょっと処理してもらったの。いや、じゃあやめてくれる。ね、処理班、処理班なんて呼ばれ方知らんないよ。ちょっと一枚脱いだよ、あと今ちょっと長丁場だし、長丁場だからちょっと、ね、体がちょっとウエッティな感じで。やめてよ、本当に、体がウエットみたいな。全然ウエット、あやっぽく、うわわわ、なんか座布団だ。3枚ほど。俺ちょっと休みたい。なんでちょっと横になりたいから。なんでよ。ね、そんなさ、何、これさ、どこにさ、そんなさ、偽物スタートレックみたいな服売ってんのさ。何や、銀色の売ってんのよ、こういうの。でそうなのね、何一つ一ついじり倒すの。ラジオなのに、バッグから何から。だって持ってくるからさ、本当に何、自分のかさ、背中に置いてんの。いつも私ラジオやってる時、大体これなんだもん、このスタイルだもん。背中にこうカバン置いて、カバン置いて。なんで、 なんでって、もうそれ染みついてるの、昔から。うん、そう。盗まれたこととかあんの？ない、まだない、まだないって。置き引きとかもあったことないんだけど。じゃあせっかくですから、何よ、やろうよ。何やるの？あれよ、カバンチェックやだよ。そんなのないじゃん。もうさ、ちょっとあのね、ちょっと待って、あの、ね、私これね、うん、どんな番組なのと思って、選挙応戦沼花の原。何すま、全然に外さないね。な、何がもさ、だから私はあれ、うん、反応がいいでしょ。そうね、でどっちかって感じやすい女なわけ。なんで、だから反応がいいのよ。わ、俺もしね、わ、わさんの大化石子。違う違う、わは言ってないよ。今わっつったか。わ言ってないよ。もうやめてよ、そういう引っ掛け。引っ掛けはこっちも、俺驚いたよ、そんな言ってないから。何、いや、今のエピソードね、ちょっと覚えとこうと思って。何、時々あるじゃない、ほらさ、どっかさ、うん、こう休んでる時にさ、ちょっとさ、ね、寝ててさ、なんかちょっと、あ、やばい、ちょっと関心大きくなってるって時に、なんか嫌なこと思い出して縮めようとかする時あるじゃない。その時に俺このシーン思い出すわ。知らないよ。感度、リモさんが感度がいいって言った話思い出すわ。ちょっとやめてくれ。何なのこれ、そういう番組なわけ。違う、中高生がね聞いてるからってね、井森さんね、ええ、精一杯の今セクシーサービスしたでしょ。ちょっとやめてよ、ね、誰もよ、今今、うん、かなり来てるよ。何がですか。かなり想像言ってると思うよ。想像上で今、うん、そのね、あの井森お姉様が、え、そんな感じやすいなんてっつって、うん、まだ1時半でしょ、うん、これ2時台入ったらすごいよ。ちょっと井森ちゃん攻めちゃう。当たり前じゃない、だってすごいんでしょこの習慣今。あ、スペシャルウィークね。スペシャルウィークでしょ。いや、井森さんさ、井森さんだってさ、ラジオやってるじゃない。やってるよ。それがさ、スペシャルウィークのことをさ、この習慣だよ。ちょっと大変なんでしょ。
大変よ。そうだってずっとその話してたでしょ山ちゃん。そうだ今さやめてよ。えまだ今日のタイトル言ってなかった言うねちゃんと。じゃあ行きましょうか、うん、さあ本日井森さんを迎えて何を言われることを言いますと題して大博打レジェンドバトル井森美幸さん不毛にようこそスペシャル。ありがとうございます姉様。ちょっと待って大博打です、ね、待ってこれさ、うん、失礼ぶっこきの話ですよ大博打ってさ私もあすごいスペシャルウィーク呼ばれるようなタレントさんになったんだと思ってかなりテンション上げてたんだけど、はい、ちょっと打ち合わせでね、はい、大博打何これ軽い悪口じゃんと思っていやえ大博打って自覚は井森さんないんですか。ないですよ。ちょないでしょ。ちょっと井森さん天狗じゃないですか鼻をへし折ってへし折ってお願い当たる当たる俺当たるわもう前にポッキーンもうね効果音がねオールウェイズだからちょっと懐かしいんだよね井森さんの。え何がいいでしょ。嫌いじゃないでしょ。嫌いじゃないよ、うん、好きじゃないっていうね。そうそうそううるさいよ俺言ってないよ。何自分で先話進めて突っ込むノリ突っ込むやめてよでもこうは言っても井森さんも多趣味でね結構ねこの前もプロレス一緒に来ましたもん。あじゃ一緒には行ってないでしょ。だから俺がチケットだけは取っといて。あそうそうそう現地集合ですよ。そう現地集合で合わなかった。合わなかったあの、ね、珍しいよ井森さん現地集合現地解散で一回も合わないってそうどこ座ってたんだろうと思って。そう僕はあのスワイドの方座ってて最後じゃんけんで出てきてるんですよ。そうそうそうあれ最初からいた。いやあれ間に合わなかったです最初。あそうだよね。で井森さんってさプロレス好きかなっていうの俺知らなかったですけどもともと結構昔からプロレスファンだったんでしょ、うん、私ねあの子供の時からプロレス好きで力道さんがまだ出てデビューした時違う街頭で見てたんでしょ。違いますよそれ見て布袋さんとか日村さんとか一緒に違うよ。あとヒデさんと一緒にいてたの群馬で。何その群馬県全部出してんのやめてよ。もう全部出ちゃったいやまだ出てない篠原涼子さんとかいるから。あそっか。ちょっといやいや そんなに古くないけど、うん、あの藤波辰巳さんとか長州力さんとかあの辺私は小学校ぐらいの時ハマってた。ハマってた。で私ビューティーペアのファンクラブ入ってたからそうなんだ。そう小学校中学校ってへプロレスは大好きだったの。あそれで久しぶりにプロレス見ようと思ってた時に。そうで東京に出てきてなんか見る機会がなくなっちゃって、うん、まあねテレビもやってないしね。そうもうテレビ中継ないじゃない、うん、私たち子供の時結構やってたでしょ。やってましたよ、はい。でハマってだから、うん、新日見たりあと全日本見て、うん、あと国際プロレス。国際プロレス。そうあのラッシャー木村さんとかですよね。はあ、入ってたこと見てたりとか。でそれ以来久しぶりに DDT 見て。そうだって DDT も僕が好きだからってことじゃなくてじゃないじゃない普通にね知ってるみたいな感じで僕進めてきましたもんね。なんかねなんかで聞いてあちょっと面白そうな団体だなと思ってパンツに相手を入れる選手がいるって知ってるって目をキラキラささが言ってましたけど、ね、ロケバスでね、うん、パンツに相手の頭を入れて、うん、なんかスープレックスみたいなやるみたいな。それは男色 D の選手って僕友達だったんですけど。そうそれでチケット取ってくれるっていうんで、ね、あ行きたい行きたいっつってねえ、うん、で一緒に行こうって言ったら一緒に行くこともなく一緒に ねで井森さんがねなんか時に俺を嫉妬させようとしてるのかしないけどなんか男と行くみたいなさ空気出してさ出してないよ。出して結局男と行ったんですかって言ったら行ったって言ってさでも よくよく細かく聞いてみたら親族でしょあれ今さんそうあのねいとこで行ったいやいやいとこ夫婦と行ったの今さんね何があの異性と行くって言ってね色気出してね言っていとこ夫婦と行くってど俺涙出てくるよあのね、うん、いいよいとことか親戚は裏切らないから何で約束も守るから今さそんな別に裏切っただ裏切られただとかねそんなないでしょ別にいやいやもうスキャンダルの香り1ミリもしないもんね私、うん、あ本当山ちゃんもないでしょそっち。俺もないないでしょ。私ないない尽くしだもん私たち。ないない尽くしなの、うん、いやでも今さだって唯一さ乗ったさスキャンダル何だったっけあの何あの雑誌乗ったやつえ昔あっ桑原さんだから雑誌で、うん、なんかねあの桑野さん、はい、あの桑マンさんね、桑マンさんね、うん、となんか2人が怪しいみたいなふうになって怪しいわけがないの。レギュラーも一緒によくやったから仲良かったし、うん、でも一緒に飲んだことっていうか打ち上げで1回しかないんだよ。でもねそれなのに週刊誌にいろいろ書かれて、うん、なんか桑野さんちで私が行ってるとか ね
で近所の人が見て最近イモリがうろついてるらしいとかさ、もうすごかったんだから。近所のしかもおばあちゃんなんだよね、この間ね、イモリが桑野さんの家から出入りしてるっていう、ね、かね、行ったこともないし、うん、電話番号も知らないし、それぐらいしかないですもんね、イモリさん。ないね、からっからね何それ、イモリさんメール来てるって。えメール、うん、大丈夫、読める、うん、読める読める。ラジオネーム落合のダッチワイフ。あえあ朝間のいたずら鬼の押し出しもうやるときはやるっつってよ縄文カルタ。今聞いた人何やってるか分かんないで、突然私が変なこと言い出してる女みたいに映ったら嫌でしょ。いや突然変なこと言い出す女なんてのは昼の番組でもみんな思ってますよ。いや絶対思ってない。変なこと言い出すし変な服着るし、何が私みたいに常識的な人いないと思わない。あちょっと メール来てるんですか、ね、あ読みたいの、うん、って読んでごらん。いますよ、山里さんお姉さんこんばんは。こんばんは。なんか昼の番組みたいですね。あら爽やかな風ね、出てるよ、うん、深夜っぽくしようよ、ね、夜中に井森さんの声を聞くと不思議です。ババアいいぞ最高って書いてます嘘だよそんなこと書いてないでしょ。ちょっと本当に書いてあるマジで書いてあるんだね、うん、そうですね。これ二十歳じゃん。いやちょっとあのさ井森さん何それ個人情報読み上げ始めてやめてくれる俺読んでないじゃん今嘘危ないよ。名前は言ってないからいいでしょ。そうね。もう一個来てる今さん。ラジオネーム、コックは辛いよ。今日、群馬が生んだスーパーアイドル、井森美幸さんが来られるみたいですが、うん、扱いを間違えると、全群馬県民を敵に回して、1月4日のスタダ祭りに来れなくなるぐらいの群馬のスーパースターですので、お気をつけください。あと、縄文カルタを馬鹿にするのも危険です。ほら。馬鹿にしてもないですもんね。馬鹿にしてはいないね。リスペクトだから。何でも出るっていう。この人じゃあ群馬県の人？そうじゃない？ああきっとそうだよね。やっぱこれね、あスタダ祭りって知ってます？スタダ？スタダ祭りって1月4日なんですよ。群馬のあのドームあるでしょ？ああ前橋の？そう。プリンドーム前橋。そう。うん、そこであのまあ桃色クローバー Z とか、うん、そこらあのシャチオコとかねエビチオとか、うんうんうん、あそこらのグループが1月4日にねあのライブやるんですよ。ええー？そう。山ちゃん行くのそれ？いやそれ行けないんですよ俺行きたかったけど。ええー？うん、あすごいのやるんだね。そうよ。そういう情報入ってない、森さん。ちょっとさ、そこなんかこじ開けられないかで、その扉を。いや、出るのなんかをちょっと、群馬県絡みで。扉こじ開けようと思ったら非常口ってのがありますんで、それはノブっていうのにね、手をかけて、回したら開きますから。違う、私ね、別に表に出たわけじゃないの。その中にインしたいわけ。中にインしたいの？いいアウトでしょ、それ。じゃあね、あの、これも、今さん。何？裏技ですよ。え？アルソックっていう会社があるんで、そこに一回入社試験受けて、で、そのね、アルソックで、あの、警備っていうのを、ね、やらしてくるから、そしたら中入ります。ビームつって出しちゃう。吉田さん、多分。ビーって。イモリビーム出していただければ、いけるんで、頑張ってください。確認するからね、それ。あ、止まんない、もうさ。え？止まんないって、まだ3つしか読んでないんだ。よくそうさ、なんか、嘘くさいこと言えるね。で、今さ、何が驚いたってね、うん、3つ目今手元にあるでしょ、うん、もうないの。ちょっともっと出しなさいよ。出すのもう、だって。私はね、これね、うん、深夜にやってるから、ちょっと小声で喋りたいんだよね。うん、どういうこと？だからあんまりわーわーキャーキャーやるとちょっとうるさいんじゃないかとか、いろんなことを考えて役作りをさ、したかったわけだよ、私も。役作りなんかできるほど引き出しないでしょ、イモさん。あかんべー。あかんべー。古いよ、だから。嫌いじゃないくせに。嫌いじゃないけど。もう読まないわけ、これ。今、ね、3枚目つって。ごめんごめん。いきますよ。ラジオネーム、ひろし探偵。はい。イモリさん、いい感じにベテランの感じの出たおしゃべり最高です。あら。感じやすい女と聞いて、ちょっとテンションが上がりました。ほら。二次代のさらなるセクシーに期待してます。ほら。やっぱりね、私ってね、もう一度会いたくなる女なんだよ。これいとこでしょ。違うよ。いとこ広しじゃない。うちのねいとこもう寝てる時間だから起こさないでよ。イモさんこの時間で起きてるんですか普段？あ起きてる。本当？私だいたい2時半ぐらいから寝るの。あ何してんすかこんな時間まで。私テレビ見たり、うん、夜寝る前に必ずスポーツ紙読むから。寝る前に？新聞紙。新聞紙ね。うん、知ってるよ。スポーツを、ねうん、そう。だから、一日の終わりに、最終的に、あの、スポーツ新聞を読んで寝るっていうのが日課だから、だいたい今、スポーツ新聞読んでるぐらい。本当だったら。な感じ、そう。あ、じゃあ結構ゴシップとかも好きなんですね。え？ゴシップじゃなくて、私、スポーツが好きだから。あ、そうなの？そうそうそう。
あ、まあ、じゃあそれはいいや。なんで、なんでそういうとこ掘り下げないの？そしたらまた新しいさ、扉が開いて、いそっちの需要もあるかもしれないから、やろうよ。何かをきっかけでさ、やろうよ。今、こんだけベテランでやっててね、まだ仕事の幅広げようとするのやめて。何が？ロケ車の中でもさ、ね、スタッフさんが、いろんなスタッフさんがいるからってさ、自分はここにも精通してるみたいな空気でさ、高校野球のさ、細かいとことか、でかい声で言ったりするじゃん。バレてるよ、ああいうの。違うよ、違う。それ、そっちが聞きたかったでしょ、山ちゃんが。俺全然聞きたくない。だってさ、ロケバス必ず私とさ、前後に座るでしょ。俺の後ろに座るだけじゃないですか。あれ、だから席替えしてほしいのよ、私も。俺寝てんのに。なんで寝ねえねえっつって。寝てた、だから目が細いから、見えるだけでしょ。目が細いって後頭部見せてるでしょ、目も何も見せてないでしょ。大丈夫、薄くなってない？いや、そこいじんなくていいよ、別に頭のことは別に。今さ、メールテーマ行きたいんだ、俺。あ、行きたいの、うん、やってみ。はい。メールテーマはこちら。井森美幸さんに聞きたいこと。あるの？ないかもね。いや、あるでしょ？何でも聞いて、井森さんって NG とかあるんですか？私？ NG？、うん、これはちょっと、それ言っとかないで先に。あー、そうね。昨日来てた、うん、上戸さんと一緒ぐらいのライン。ちょっと待って。上戸彩ちゃんと同じぐらいのラインのお願い。いじるんだったら。今さ、そういう系のボケ、もう一回言ったらもうビンタですから。何？ビンタ。ビンタ最近もらってないから欲しい。やって。欲しがっちゃう。いただけるものはみんないただいて帰るから。ビンタすら。ねえ。で、その次の現場で言おうってんでしょ？ビンタされちゃったよ、つって。いつお腹いっぱいなんの？え？井森さん。ずっと腹ペコじゃない？バラエティ腹ペコ。いつなるか？いつなるか？今でしょ。言った。言ったって、今言わせたんじゃん、そっちが誘導じゃん。やめてよ。変なメガネかけてさ、足の裏みたいな顔して。関係ない。なんで気になるの、そっちかって。そんなことやろ。足の裏みたいな顔してませんよ、僕は。だからもう NG ないということですね。いやいやいや。人と知り合いによってはだよ。ほんと、うん、じゃあ NG の時はもうなんか言ってください。NG な空気出してください。うん、はい、NG の時は、喋れないアピールとして、うん、口いっぱいラスクほばってください。私が持ってきたやつ？そう。21日前だからね、賞味期限。今日番組内に食べますから。そうね。まあ、みんな食べ、もう2、3買ったのよ、家に。なんで配り忘れちゃうの、そのせっかくのもの。じゃあ、今井さん、じゃあ、あのね、うん、先週紹介したやつ気になったやつあるんだけど、これ覚えてる今井さん。どれ？あのね、世界丸ごとハウマッチ。うんうんうん。出てたでしょ今井さん。出てたね。で、外国のとある屋敷の価格を当てる問題で、うん、7000兆ドルという、うん、日本円ですらね、無茶苦茶な回答を書き、隣に座ってたけしさんに、国家予算より高いじゃねえかと、呆れられた。これ本当？これ本当。言った。7000兆円。いや、もう分かんなかったんです。とにかく、外国のさ、豪邸が V に出てきて、うん、で、だってさ、それまでさ、群馬の田舎に住んでて、うん、この時もね、ホリプロ寮に住んでたのよ。で、まあ、世間知らずだったね。まだそんな分かんないじゃん。なんすか？プール付きでね、うん、とにかくすごかったのよ。家具の調度品とかも。もうさ、どれぐらいか値段は分かんないと思って、自分の知ってる単位にしようと思って、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆、10兆、100兆、1000兆までしてた。1000兆まで出てたわけ。知ってる桁のマックス。そう。それで、20過ぎてから、うん、軒を覚えたわけ。一軒、十軒、百軒、千軒。よかったね、まだ。うん。今、千軒までは知ってるわけ。まだ千軒なんだ。まだ千軒だ。その先は知らないんだけど。だから、千兆までは行っていいだろうと思って、うん、7000兆ドルぐらいかなと思って、ドルもつけちゃいと思って。ドルつけたことによって、その未知の世界、軒まで行くからね。え、日本円に換算すると。そうなの。そうじゃあ、これ、7000兆円にしとけばよかったってこと？7000兆円にしとく、いや、しといてもダメ。しといても国家予算超えちゃうから。で、結局、うん、よかったんだね、この答えで。なんでまとまったの？だってさ、結局さ、もう25年ぐらい前の話だよ、これ、うん。25年近くの話を今できるってことはさ、うん、いい話だったってことだろ？まあ、そう捉えていただけるんでしたら、そうでも構いませんけども。なんでこれおかしい、面白かった？超面白かったですよ。本当？だから、今ね、テレビとかで出てるじゃん、おバカタレントなんて言われてますけど。はいはい。やっぱ、イモさん、先駆けてんだね、いろいろね。そうなの？そうよ。あ、イモさん。はいはい。あと、パワーリフティングのチャンピオンだった頃の鍋やかさんに、腕相撲で勝ったことがあるって本当？いや、これは覚えてないんだけど。じゃあ、なかったんじゃないの？そんな腕っぷしいい感じじゃないの？あ、でもね、私ね、うん、言わなかったっけ？アイドル腕相撲大会で、うん、第2位になったことがあるの。まあ、1位じゃないんだけど、うん、第2位だよ。1位誰ですか？長山洋子さん。長山洋子さん強いんだ。まあ、強い。握った瞬間に負けると思った。
まあ永山先輩強い強いと思って、で学校のね堀越の先輩でもあるんだけど一個上で、まあすごかった、これがビーナスかと思って。ビーナスと言われたら、ビーナス。You are Venus。 歌う時だけちょっと許可取ってもらっていいですか。今ちょっとエコーかかったじゃん。いやもうエコー無駄遣いです。いいです。無駄遣いとかあるの？無駄遣いあります本当に。まだ無駄遣いやりますからね。そうまた歌うの。歌好きなんだね。でもさ、でこういうのいっぱい来てるから。あはいはい。イモリでみゆき伝説の、このじゃ あの合ってるか合ってないかも。あわかりました。いや僕ね井森さんとはこうやってね、昼なんですでご一緒させてもらってから仲良くさせてもらってますから、意外と俺井森さんの伝説とか知らないのよ。あそうだよね、なんか調べたりとかしないの？いや調べる気にはなれないですね。なんでよ、そこまで来たらさ調べてちょっとロケバスでまた話膨らまそうとかさ。いやだってほら一個玉投げるとめっちゃ帰ってくるやつか井森さん。そうなの？そうもう漫画の話あのさ一個一個さハマるの遅いじゃないですか。何が？最近さアマちゃんにハマってるでしょ。あ、それも、そうだし、半沢直樹、見たよ。今でしょ、それしかも。あ、まあ、今でちょっと俺も言っちゃったけど。ほら。いや、これは普通のやつ。違う。最近でしょ半沢見たの。ちょっとね、いつぐらい？でもそうだね、半月ぐらい前とか、ようやく見終わった。あ、そう。一ヶ月前かな。面白かった。でしょ？あれさ、最終回の話していい？いや、別に全然もうネタバレの時期じゃないから、あれですけど。ね、あれさ、もやもやしてんだけど、あれでよかったの？あの、井森さん。ね。この話やっぱ今するタイミングじゃないわ。ね、私もあれでもやもやして、もう次、いや、だから続くじゃないですか、あれで。続くんだけどさ、なんでさ、はい、なんかほら、執行みたいになったみたいな。昇格じゃないんだね。さあ、宛先の方を発表したいと思いますね。宛先でゆっくり言った方がいいよ。メールのアドレス聞き取りにくかったから。じゃあ、井森さん。何？今自分の話が宛先でシャットアウトされたことに対する怒りとかはないんですか？一切ない。私、お人よしだから。お人よしだからな。ね、ね。ゆっくり言ってね。わかりました。初めて聞いてる人もいるから。あ、そうね。井森さんがね、出るっていうから聞いてってる人もいるかもしれませんから、ね。群馬の方とか、群馬届いてるのこれ。届いてるよ。あ、ほんと？じゃあ群馬の方。関東地方だもん、これ。そっか。そうよ。じゃあ届いてるから、群馬の方でね、今日聞こうと思ってる人もいるかもしれない。あ、じゃあちょっと、じゃあ井森さん、じゃあお手本聞かせてよ、じゃあ。いいですか？じゃあやりましょうか。宛先ですけれども、ファックス番号は東京 03-5562-9540。03-5562-9540。ゆっくり言った。メールアドレスは、FUMOU。合ってるこれ。合ってますよ。いや、書いてあるから合ってるでしょ。不毛。あ、不毛ね、これ。不毛。そう、番組です。番組名ね。早く言ってよ、これ。最初から言ってます。変な風になっちゃったじゃん。いや、ほんと。カットしないよ、今。生放送です。FUMOU。はい。これ全部ね、小文字ですね。ああ。@tbs.co.jp。いいですか？すべて小文字っていうタイミングってここじゃないですか。うん。不毛@tbs.co.jp すべて小文字でお願いします。 tbs.co.jp ね。ね、今分かりやすかったよ。いや、地味に間違いないやってもらっていいですか。あとイモさん、不毛何急に言い出したか。ブンブクチャガマンのモリンジ。やめてよ、もう急に情報借りてあるの。今聞いてるとびっくりするんだから。マイク、変なこと言ったんで。ちょっと待ってください。何？ここまで全部パッケージなの？やめてよ、情報借りて急に言うの。今聞いた人びっくりするが、パッケージなのね、もう。そうよ。じゃないとわかんない。今、だって今ね、タクシーに乗った人ってわかんないでしょ？このタイミング。何やってんだろ、みたいな。急にね。そうよ。で、今さ、あら、コマーシャル？しびきらしててみんなもコマーシャルやっちゃった。あら、内容が一個もない。水曜ジャンク、水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。水曜ジャンク、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 山里亮太の不毛な議論。ラスク美味しいですよ。美味しいでしょこれ。食べましたけど。ちょっと溶けてるぐらいがいいでしょ、上のチョコレートが。井森さん。何？あの、俺ラスク食べてる時に、ね、男の話とか、それなんていうの？この、恋愛のさ、雑な話やめてもらっていいですか？何した？その、あんただけモテるなよ、みたいなことなんか。違う。あのね、うちのマネージャーが、ほら、この番組をよく聞いてるんですよ。ねえ、ありがたい。すごい。で、多分ね、私について1年、
7、8ヶ月経つんだけど、担当になってから、かわいそうじゃないの。全然か、私の方がかわいそうなぐらいだよ。いや、本当に。それで、このラジオすごい昔から聞いてて、すごい面白いんですよ、山里さんのラジオ、つって、三色ショッピングで一緒になるために、うん、あ、そうなんだ、つって、何時からやってんのつって、夜中1時からだ。もう結構遅いね、つって。私、全然聞いてなかったの。まあ、しょうがないですよ、イモさんはね。聞いてなかったの、うん。それなのに、昨日はこうでした、つって、必ず、木曜日とか金曜日話をするの。このラジオ。こっちから聞いてもいないのに。いや、ありがとうね。率先して、すっごい。うん、それで、ディーモリさん、僕思うんですけど、うん、山里さんって、絶対モテると思うんですよ。やめてよ。で、言い始めちゃったのよ。始めちゃったっていいじゃん、別に思うんだから。絶対モテるって言うんだよ。いや、だからすいません、ディーモリさん、俺はもう次のステージ行きますから。ね、ダメダメダメ。ダメ。そうやってどうぞ、私をね、置いてきぼりするのやめて。どうぞどうぞ。ダメダメダメ。絶対行かせないよ。やだよ。もう置いてったら本当、私ね、温厚だけど怒るよ。かなり温厚なタイプだけど。温厚で怒ってる見たことないもん、イモさんが。いや、もう本当、私それショックだね。言っちゃった。ね、ネギとこんにゃく、下仁田名産。やめてよ。これね、急にやれたらびっくりするでしょ、縄文カルタ。ね、今聞いた人はびっくりしちゃうから。そこまで行くのも、分かったからシステム。ね、ちょっと。イモさん。何？ちょっといろんな話しなきゃいけないんですけど、今日お土産持ってきてくれてるんですよね。そうそう。素敵なプレゼント。クリアファイルね。はい。私とヒデちゃんの群馬大使の、山ちゃんにもあげたじゃん。これ毎年くれますよね、僕に。毎年って。嫌なの？いや、嬉しい嬉しい。いや、これ、使える、使えるからいいでしょ？使えるしね、これ、めっちゃいいデザインなのよ、ヒデさんと。ちょっとこう、懐かしい、ノストラジックな感じで。うん、これ、イモさんこれね。非売品ですから。そう。これね、うん、第1号。一応 ね、うん、ちょっと、今、ラジオだからちょっと説明しませんけど。ラジオだからこそしてよ。ね、群馬ってね、ローマ字で書いてあって。とにかくね、青いやつが1号ね。ざっくりと。で、これ群馬の名産がいっぱいバーってあるんだけど。そう、載ってんの。草津とか、イモさんとヒデさんとか、ね。焼きまんじゅうとかね。あと、高崎のだるまとかさ。そう、ヒデさんと二人でね、凛とした表情でこう、だるまを持って。そうそうそう。映ってるやつ。そう。と、あとね、あ、それが今年かな？それがとか。ね、緑のやつね。そう、緑のね、山の中でですね、井森さんがちょっとなんていうんですか、お嬢様みたいな、日傘さして。そうそう、ちょっと軽井沢チックな感じだけれども。そう、群馬なのに。これね、あ、でも一部ね、軽井沢、群馬県の住所になるところもあるからね。うん、あ、そうなんですか？そうだよ。ええー。あ、結構、勉強になったでしょ。今ちょっと勉強になったけども、明日覚えてる自信はない。で、じゃあ明日電話してあげる。いいよ。本当にするタイプだからいいんだよ、井森さん。明日、モーニングコールしてあげる。いいよ同じ。それちょっと、石原裕次郎さんとちょっと、なんか。あ、これイメージしてんの雰囲気。ヒデさんは確かにちょっとなんかかっこいい2枚目のね。役者さん。私もなんか、なくはないでしょ？なんか若作りババアみたいな格好してますけども。あ、暴言1。小の字書いてくからね。うわ、それ5個たまたま選ぶ。関係ない時に電話するからね。いや、もうそれ困るんです。あらで、もう一個か。これがね、かっこいい、なんか、極妻みたいな格好した。ちょっと着物バージョンもあったりして。ねえ、ヒデさんとの。そうそうそう。まあ、いろいろあります。温泉の女将バージョンがあって。これを、うん、もしよかったら、リスナーの方に。いや、これね、ちょっと、俺、地味に嬉しいと思うよ。これ。非売品だしね。非売品だから。これ何種類もいっぱいあるんで、じゃあこれ結構な数、何種類だから会社に持ってったり、うん、勇気のある人は、学校に持ってったりして。勇気必要だな、これ。いや、でもこれ、僕使ってますからね。本当？これ、ほら。現場で、はい、アンケート入れたり？アンケート入れたり。あ、偉い。本当だね。うん。これいいでしょ？これいい。みんな喜んでくれるし。そうでしょ？うん。じゃあこれ、ぜひ。結構な数あるんで、じゃあこれを1名様に。うん、1名？ちょっと待って、ちょっと今感情させてよ。結構あんた、1、2、3。いや、ちょっと、イモさん。そのペースで数えるのラジオで耐えらんないよ。8、9、10。イモさん。11。だから私が数えてる間、違う話してな。11。じゃあ声出さないでよ。ねえ。何号 ?20 枚ぐらい。20枚ぐらい。20枚ぐらい。20枚、20枚弱ぐらい。それは3種類あるから、4種類か。4種類だから、種類を全部でパッケージして何年かに。そうそう、それがいいね。お返ししてもらいましょう。ね。ということでございまして、ランダムセットしてメールをくれた、はい、リスナーの方に抽選でプレゼントします。欲しいという方はクリアファイル希望とメールを書いて送ってくださいませと。宛先は、ファックス、東京 03-556-2540。メールアドレス、fumo@tbs.co.jp、fumo@tbs.co.jp までお待ちしております。さあ、江森さん、質問来てます。何？質問です。質問？いいよ。いきますよ。ラジオネーム、はい、夫婦でリスナー、ありがとうございます。井森さん、ゲスラジオ不毛な議論へようこそ。いや、そうなの。いや、
私そんなにさ、実際よく聞いたことがなくて。ないでしょうね。でもね、2週間ぐらい前聞いたの。あれ？どんな感じか。うん。何の話してたっけな。忘れちゃってんじゃん。じゃあちょうどいいです。いやいや、なんか、うん、なんか、私のブラジャーの話？してないやん。してまいよってして、してませんよ。なんかそんな、私のブラジャーを外すみたいな話をしてた。してた、そんな、する？だから私今日外されちゃうんじゃないかと思って。もうやめてよ。だからスポーツブラにした。スポーツブラ。まあ、持ってないよ。後ろばってんの。それもうこの年になってスポーツブラ着ることもないでしょうからね。でも女子は、中学生の時初めてブラをするときは大体スポーツブラでデビューしてたからね。ね。あ、私はしてない。これ、井森さんさ、ね。この、2時になって、セクシーさ増すよって言った、ね、出してきたのが、スポーツブラ。いや、井森さん、ほんと、カラッカラだね。ちょっと待って、2時台でも別にいいじゃん。スポーツ、ね、まだね、井森さん、ね、挨拶なんですよ。挨拶なの？本部行ってないんですよ。ああ、本編ね。はい。正直、井森さんは、コミカルなダンスを踊るお姉さんというイメージだけだったのですが、うん、山ちゃんからの井森さんのエピソードを聞いてるうちに大好きになりました。うん、あ、ほら、今さん、いいこと言ってんだから。ありがとう。井森さんから見て山ちゃんの印象は最初と今では変わりましたかって。私？はい。そんなに変わ、その流れで変わんないって言うの普通。あのね、でも変わった。ねえ、どっちよ。変わった。ちょっと変わった。でしょ？うん。別に私最初から苦手なタイプじゃなかったんだけど、はい。あのね、ちょっと男っぽいとかあるなと思って。どういうこと？意外と。意外と男気あるでしょ。あら？ちょっと実は。そういうの聞かせてほしい、井森さん。いや、何か言わないけど。いや、これ、タイトルだけで終わんの？具体例出るでしょ、その。何がってわけじゃないんだけど、なんかちょっと男っぽいな、みたいな。で、なんかね、約束は守ると思った。意外とさ、この世界の人って、行きましょう行きましょうとか、誘います誘いますっつって、誘ってこない人多くない？まあそうですよね。なんかまあその場だけ盛り上がる。雰囲気で。ロケバスとかの、雰囲気だな。特に。ロケバス、連れてってくださいよって言って、本当についてくる人ほとんどいないですもんね。いないもんね。特にロケバスの会話では。うん、それで、本当にね、プロレスのチケットをね、行きますかっつって、ちゃんと連絡くれて、そうよ。あ、この人ちゃんと連絡してくれんだと思って、これは私もね、そういう向き合い方しようと思った。ねに、あれ、つい最近の出来事だけど、それまでそんなに向き合ってくれてないの？イモさん。そうじゃない。なんかすごく。じゃあ、ないんですか？いい人だな、いいやつだなと思った。でしょ？ちゃんと。ちゃんと段取りもしてくれるし。そうですよ。でね、ちょっとメールやったらすぐ帰ってくるから、はい、あの部下にしたら最高だなと思った。で、俺、井森さん上司したら最低だなと思った。何それ。何それって言いましょう。あれ？さあ、そしてメール来てます。止まんないよ。止まんない。井森さん。ほんと？ラジオネーム、ネズミ後輩。群馬のヒロイン、井森さん。はい。千葉の恥のクズ。はい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。最近のバラエティとデビューした頃のバラエティの違いがあったら教えてください。あ、最近のバラエティと？イモさんもうバラエティの方に来てから長いでしょ、長いっていうか、まあ、ではね、歌だったけど。なんでそういう冗談なの？いや、知ってるじゃん。流れたでしょ曲。私のセカンドシングル。ああ。私びっくりしたのが、デビュー曲流さないで、セカンドシングルをね、流すところがね、さすが不毛だなと思って。そうね、何も生まれなかった。でもあれ、俺あれでね、もう一回聞きたいってなる人いるぐらい、ちょっといい歌なんだよね。そうなの、あれ。不思議なんです、つって。え？どう、忘れちゃった。ちょっと、ね、今エコーかかってくるんだから入ってこないでよ。わかりました。あれ。まあ普通アーティストやな。すごくいいのよ、あの曲。生歌喜ばれるから、ね。しかも、セカンドシングル夏っぽい曲なの、あれ。あれ夏っぽい、ね、夏っぽい。悲しい歌じゃない？だって99粒のなんかみたいな。そうそうそう。最後の一粒を、あなたのために、うん、あなたのために。なんで知ってんのそれ。いや、さっき聞いたからですよ。さっきで覚えたの？はい。優秀だね。いやいや、イモさん。イモさん。結構優秀だよ。99粒のなんとかっていう、ふんわりした答えも褒められるんですか、ね、いや、イモさん。違います。歌の出じゃなくてね。バラエティー。そう。それから、歌が鳴かず飛ばずで、はい、まあ、なんか行きたくて行ったところじゃなかった。最初は。え？自分が。バラエティー？バラエティーは、うん。で、なんか職場がなくて、うん、あの、たどり着いてマネージャーが探してきたのが割とモノマネの番組とか、うんうん、そういうちょっと割とバラエティチックが多くて、うん、で、そこに行くようになって、なんとかこう、あの、回数増えてったなっていう。バラエティー。バラエティーが。で、だんだん好きになってったみたいな。昔やってたバラエティー、結構さ、あの頃ってさ、うん、アイドルからこう、バラエティー入った人でも、うん、結構体張らされてたでしょ？結構あったね。うん、きついロケとか。あのね、やっぱ18ぐらいの時に、
あの、銭湯特番みたいなのがあって。銭湯特番？うん。あの、お風呂ね。うん。銭湯で、銭湯一日何軒も回るんだけど、うん、そこで、ひたすら親父の背中を流すっていう仕事があってさ、銭湯で。うん。で、知らない親父の背中をさ、ガンガン流すわけ。ずっと洗ってんだ。ずっとだよ。うん。で、丸裸なんだよ。あら、浦和駆け乙女の前に。でしょ？うん。もうどうなるか分かってるでしょ？どうなるか、どうなるかっていうか、私がなるんじゃなくて、だって、あの、どこ見ていいかも分かんないじゃん。まあね、今の妹さん。男湯に入っていくんだよ。そうでしょうね。男湯に入ってって、おじいちゃん、まあ、20代はそんなにいなかったけど、まあでも、30ぐらいから、6、70代までの、すべて私はもう見てきたわけ。す、う、べ、ん、てのものを。すべてを見てきたっていうか、もうだって、戦闘特番で、ね、戦闘巡りだから。そっか、いろんな、何箇所も行って。もうそれは、きつかった。はあ。でもね、やっぱね、慣れって、もうね。慣れてくんの？慣れちゃうのね。うん。ほんで、あーみたいな、はい、次々つって、はい、はい、あなたね、みたいな感じになるとか。ちょちょりみたいな感じでもう。え？ちょちょろんとこう。めっちゃ、はい、はい、どうぞっていう感じで。うん、背中だけなんだけど、それは正直ちょっと、恥ずかしいような、感じは、うん。18とかぐらいの、ね。うん。だって、あれきつかった。きつい。体張る系のロケは、そのなんか、動物と戦うとかはさすがにさせられなかったそれはね、なかったけど、あの、お化け屋敷とか嫌だった。あ、もう、昔から絶対嫌だね、あれ。あれ、私、未だにそうなんだけど、結構ね、怖がり屋で、うん、あの、お化け屋敷が意外と苦手なわけ。うん。だそれは結構怖かった。一人で、イモリさん。何？そのエピソードを、AKB の現役メンバーだと聞きますけど、イモリさんが、お化け屋敷が苦手なんて話、誰が聞きたいですか俺聞きたいでしょ何可愛いエピソードぶちかましてくれてるんですか、ね、ちょっとさ、私何、そんな激しいことをやってたと思ってんの俺、イモさんバラエティの前線突っ走ってるイメージあるわ。また、私、激しい。あ、でも、あ、え？何？何？何？どうぞ。いや、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。じゃあ俺喋りますよ。何どうぞ。どうぞですね。雑は、全部が。そっか。でも、あの頃って、そうか、イモさんは別に、その体張るとかじゃなくても、周りでめちゃくちゃだったじゃん。だってもう、お笑いウルトラクイズの話だったしね、うんうんうん。ああいう系で見てて、今はちょっと落ち着いてきてるじゃないですか、バラエティって。うん、そんなんでどうなんですか？だから割となんかね、私たちが出た時は、うん、なんか、こう、計算してなんか受け答えするよりは、うん、周りの人が、こうちょっと、面白くしてくれてたみたいな。突っ込みながら、うんうん。でも今って、ちゃんとこう役割分かって出てる感じすらない？あ、アイドルの人も全員しっかり。そう、あの、この人は悪態つく人だとか。とか、ちゃんとだからこうなんか、その辺を把握しながら出てるなみたいな感じはするよ。あ、だからみんな上手いんですよね、立ち振る舞いがね。うん。うん、だそんなに頭良くなかったもん、多分。イモさん？私たち。あ、あの世代の人たちは。なんとなく、うん。なんとなくでその場にいたら。何回、うん。面白く。で、それ、そんなにこう芸人さんも正直今みたいに多くなかったから。うん、へぇー。本当に。だから、私たちの時、たけし軍団の方とか、ね、まあ、漫才の方とかたくさんいたけど、うん、でも今ほど、そんなに芸人さんもいなかったかもしれない。そっか。だからまあ、決まったこう回せる人たちがもう。そうそうそう。回し食いして。うん。なんか、それはあったかもしれない。だから今はじゃあもうみんな自分でできるようになってきてると。うん。ちゃんと、そういうのを見てるんですね。え？なんか、イモさん。ちょっと、え？まだメール来てる。何？さあ、借りましょうか、これは。ラジオネーム。ちっちゃな頃から、じゅんちゃん。うん。山ちゃん、イモリさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。AKB48 や、ももクロなど、現在のアイドルについてはどう思いますか？わかんないでしょ、イモリさん。いや、曲まではわかんないけど、うん、いや、でも。みんな一緒に見えるでしょ。うん、ちょっと入りたい。ね、え？入りたい。イモ KB があったでしょ、イモ KB。え？イモ KB さん人数増えないのよ。ね、イモ KB って今メンバー、イモリさんだけなんだよね。ね、絶賛募集中なんだけどさ。全然増えないね。ね、増えてもいいのにね。だから逆に、ね、桃色クローバーとかさ、うん、ちょっと入りたいよね。イモリさん。入れてくんないかな。だから、その、ね、なんとか。時々ほら、松崎さんとか出るじゃない。ああ、そうね、サプライズね。ね、あ、ライブに、ね、それこそ群馬の前橋はちょっと狙い目かもしれないね、本当に。なんで今時計見たの？いや、1ヶ月過ぎちゃってる、平気？いや、まあ、そこはだから、いける？
今さ群馬を代表する人ですよ。キャスティングしてきなよ山ちゃん。そんな権限ないでさ、山ちゃん。やってないのそれ。そこまではできませんよ。でもちょっとそのお耳に届くようなことをなんか言って示しましょうか、うん、ね。ちょっと今さん、ね、でも今さんもなんだかんだでそのねバリッバリアイドルだった時期があるわけでしょ。うん当時ってどんな感じだって今さん同期誰同期は、南野陽子ちゃんとか、すげえね、もう。中山美穂ちゃん。うわそれから、斎藤由貴ちゃんとか、うん、あと、あ、だから、浅香唯ちゃんとか、あ、スケバンでか全部そう。かな？あそこら辺近辺ですもんね。みんなそうだね。はあ、あの。だから結構ほんとトップアイドル。松本まりこさんとか。あ、そう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 。あと、吉本みっちょんとか。うん。おにゃんこクラブ。おにゃんこクラブとか。はぁ、ここら辺ってどうだったんですか？だからさ、今あげてもさ、うん、そうそうたるメンバーがいるじゃん。ほんとですよ、そりゃあさ、埋もれるよね。埋もれる。私たち。だって、もう、超特大スターたちばっかりじゃない。ね？そりゃもう、出る幕ないもんね。ない。でしょ？井森さんじゃない。だからやっぱ他の道行っちゃうよね。うん。だからこっちにこのね道に行くのは必然だったんですよ。あの時にデビューしちゃった人間の中でね、イモさんはね、いやいやだから本当すごい豊作の年でもあったかも。そうか、82年組の後、うん、82年っていうのはあの小泉今日子さんとか、うん、中村明菜さんとかの、うん、あと渋垣隊とか、うん、で私たちが85年組だから、うん、そこも意外と豊作って言われてるから、どうなんですかここら辺の周りの話でね。今だから言えるみたいな。ねちょっと何でその悪い目し始めたの。悪い目はこれもう受け継いじゃった。2時10分過ぎたね。悪い目になってきたよ。いや、ちょっとじゃあ本領発揮ということでございますかね。ね今さ、ないのそのここら辺の同期のすごかった話みたいな。すごかった、ね、だってもうとてつもなかったね。時代作りまくってたじゃん。そうだね。だからやっぱトップアイドルだもんね、みんな。でもさ、ね、スキャンダル、イモさんにはないスキャンダルとかみんなあるわけじゃない。まああるだろうね。そのさ、その世の中雑誌とかで取り上げられる前にさ、気づく時とかだんの同期だと。あいつとか。と、あの、あれが、あの人を付き合ってたとか、うん、いやー、それはさ、うん、ねえ。なんでそれはだってさ、ちょっとあの何、何あの、ま、何物件かはね。何物件かは。あの、こちらの不動産豊富だと聞きましたけども、何物件かは聞いたことありますけれども、うん未確認物件もありますよ。あら、じゃあ、うっすらぼんやりだ、その確認物件は。何ですか？え、でもさ、だって、ね、あの時ってさ、すごかったって言うじゃないですか。その、それこそ堀越でね。もう、うん、男の人と喋る機会なんかも完全にガードされてたわけでしょ？そうだね。堀越って、そうだね。あ、でもあんまりね、堀越って、そんなに、女子のアイドルはいたけど、うん、男子のアイドルいなかったから、うん、どっちかというと、明大中野って、っていう高校があって、それはね、夜間あって、うん、そこにアイドルの人がいてたの。大体。例えば、隣の駅だしね。そうそうそう、渋垣隊の方とか、うんうん、あと誰だろうな。結構そこら辺とさ、会うこととかってできたんですか？私たち、はい、ないないない。私たちは堀越だから、うん、あの、昼間学校行くじゃん、うん。だからそこで会うことはないけど、だからね、やっぱトップアイドル同士ってあったかもしれないね。そっかー、トップアイドルらしい、井森さんに聞いて無理かー。ねえねえ、あのさ、よくあの、電話番号渡されたりとか。そう。でしょ？井森さん何だったの？だからさ、私のさ、デビューの時のさ、あの、顔見たことある？あー、なんかあの、ちょうど今 CD のジャケットになってますよね。でしょ？で、ホリプの寮に入ってるし、はい、私ね、だから胸を張って言うのは、うん、番号をもらったことがないっていうか、誰と共演しても、NG がないっていう。だから、向こうの事務所も安心だと。イモリだったらそういうか。あ、来た来た手元に。ちょっとさ。でもこれね、これで見ると、ちょっとな、原田知世さん的な。あ、ちょっと山ちゃん今いいこと言ったね。はい、私、それこそデビューの時に、はい、原田知世さんとか、うん、菊池桃子ちゃん路線って言われてたの。で、作られてたの。だから、私の、要はその周りのスタッフは全部、菊池桃子ちゃんと同じスタッフが全部作ってたの。これ、あの、曲もほとんどそうだし、はい、あとスタイリングから髪型から、すべて、菊池桃子ちゃん像で行こうみたいな。タレント方針が。だその菊池桃子の時にね、感じてたものとは全く違うものを感じながら失敗していったんでしょうね、多分ね。もう、みんなスタッフさんが、どかしら手応えがないなぁ。ちょっと、まあ、それ歌出してからでしょ、ね、歌出す前は違ったのかな、ね、だから、競合アイドルがいっぱいいたからさ、そっか。だから、井森さん、もう、ちょっと、横がもうちょっと薄かったら、
でも、よかった、逆に。え、今そしたら、この井森さんがいなかったんだもん、そしたら。そして私たち、もしかしたら、山ちゃん、巡り会えてない可能性あるからね、私たち、こうして。多分そうですよ。だから、井森さんは今、もう、ひょっとしたら、すごい方とご結婚されてね、ゆったり暮らしていらっしゃって、もうこの時間にスポーツ新聞読むなんてこともなくね、明日、朝、息子たちのお弁当作んなきゃいけないわ、なんて。してたかもしれませんから。ね、その人生と今ここで喋ってる人生、どっちがいいかってことですよ。どっちですか？さあ、どっちだ？井森さん？せーので言おう。こっち。どっち？せーの、井森さん、せーので言おうって言ったら、せーの言ってよ。せーので言おうって言ったら、せーの言ってくれないと分かんない。こっちとそっちで。もう不毛不毛。いや、何をじゃんか、もうなんか。水曜ジャンク、山里亮太郎、不毛な議論。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。さあ、ノースキャンダル井森さんとですね、お送りしますけども、いや、わかんないよ、大人だからね。いや、もうこれどんだけ CM 中に聞き出しても井森さんもなかったですね。え、なかった、うん、井森さんのスキャンダルね。え、そう、わかんないよ。いや、なんで今急に変な嘘つくの。全部なかったじゃん、今、どの時代も。いやいや、わかんないよ。井森さん。まだこれからあるかもわかんないから。あ、先のこと、井森さん。え、何？そんな井森さんに届けたいコーナーがあるんです。何？参りましょう。子供たちを責めないでハイパー！ハイパー！私は、子供が嫌い。井森さん。このコーナーね、子供の声で言うと面白そうなことを、うん、子供に言わせてみたいことを音楽に乗せて紹介するコーナーでございます、うんうん、まあその流れから、まあうん、ほとんどが僕へのダメ出しになってるんですよ。ああ、でもしかしたらですよ、今日、うん、井森さんへのダメ出しも来てるかもしれません。本当？どう、井森さん打たれ弱いとかありますよ。あのね、私打たれ弱い。え、ちょっと、ま、分かんない。打たれ強い。何それ。え、打たれ弱い。僕打たれ弱いけど、でもこれもう何年も。ちょっと待って、そんな激しいこと来んの。来ますよ。本当？て天下の鬼人モザイモン縄文カルテだからこれ。ね、ちょっと急にもうこのコーナーでもやるのそれ、ね、どのタイミングでもいけるかな。大丈夫大丈夫、何でも反応するから。すごいね。なぜなら私は、はい、もう忘れたの。感じやすい女でしょ。何忘れてんだよ。ねえ、やって、忘れないで私のプロフィール。ちょっと待って、ね、今、うん、大事な時期なんでしょ。これスペシャルウィークですよ。そうでしょ、うん、大事な時期でしょ、うん、これ。え、井森さんがぶち込んでくれた下ネタって今の。ちょっとやめて、私も大事な時期ゲストに呼ばれるの私もどうかなと思ってんだから。いいじゃないですか、今日聞いてくれてますよね。だからもうね、私だけじゃなくてもう一人呼んで、うん、二等軸にすればよかったのに。二等軸ですね。例えばじゃあ井森さん誰だったら誰呼べるんですか。え、私の知り合い、はい、いや私もさ、そんなに芸能人のね、うん、芸能人でしょ呼ぶの。そりゃそうだよ、友達呼ばれても。いとことかダメでしょ。いとこ困るわ。でしょ。いとこでスペシャルメイク乗り切れないよ。だからさ、山ちゃんで例えばよ、はい、あの自分のアドレスの中に入ってる人で、うん、これすごいぞみたいな、例えばさ、アドレスじゃんけんやったら勝ちそうな名前みたいなのある。うわ、あ、俺ある。今さん誰。私も、もうじゃあ一件これならある、うん、一件ある。なんすか。じゃあ私から、はい、綾瀬はるかちゃん、うわの、うん、連絡詐欺。なんで持ってるんですかそんなの。なんでって、だって会社の後輩だもん。うわ、ずりー。何、どっち、何、そっちは。え、僕それ杉良太郎さん。勝った。いや、ちょっと、ちょっと井森さん、ちょっと、あ、じゃあ今ちょ、いや、だって負けた感出すから。出してないよ。出したから、今、あー、まあーみたいな。いや、え、私もう隙間感で好きですよ。流し目そう、かっこいいです。さあ、ちょっとね、ちょっとパチパチと火の音が聞こえてきましたよね。はいはい。